古今帝宇長は落語家の名。古今帝宇長は落語家。本名、田島道広。東京都台東区浅草橋出身。生前は落語協会所属。出林は翔丹屋。三人兄弟の末っ子。国分寺市立第三小学校。国分寺市立第二中学校。東京都立武蔵高等学校。日本大学芸術学部文芸学科卒業。 高田文夫とは、日本大学芸術学部の同期で、落語研究会出身。右長が、おち県で会長の時、高田は副会長だった。最初は、寄せ文字の立花の右近に新獅し寄せ文字を修行、立花の右長の名前をもらう。1975年11月に三代目古根亭新長に入門、古根亭菊助と共に、楽屋入りし、心差八を名乗る。 1980年6月古今帝、菊之助、古今帝菊松、金原帝区平と共に煮つ目昇進する。1987年5月に落語協会新内昇進試験に不合格となる。1988年6月、新内昇進と同時に、右近の右と師匠、新長の朝をとって古今帝右長となる。落語協会の新内としては百人目で、 昭和最後の新打ちとなった。この年から1993年まで、毎年12月29日に、新宿末広邸のあまり一へ、昼席で、小部平、右町二人会が催され、年末恒例行事となる。その後は、春風亭正友と、宇町正友の二町会を開いていた。2000年4月下席出演中、声が出なくなる奇病にかかる。 後に肺がんと判明した。12月に声が出るようになり、一時的に寄せに復帰する。2001年4月に、大園で数日間池袋園芸場上席に出演。最後の出演となった。4月29日、肺がんで死去。同年10月1日に、師匠新潮も死去した。高田は放送学科、宇長は文芸学科。高田文夫。 江戸前で笑いたい新章からビートたけし、笑いと二人旅。ちくま処防。ピアニッシモ。33から38。ISBN44 億8087万2876。エビー長井義弘。東京寄せ散歩5月上席。江戸ネット。三遊亭アホマロ。2020年9月14日閲覧。広瀬和夫。21世紀落語し。第7回。 古今亭宇長の詩、本が好き。公文社、2019年9月3日閲ずらん。この時同時に試験を受けて合格した三遊亭金貨によれば、志差しは試験会場に来るのも遅れ、話の出来も明らかに不出来であったという。原因は試験前夜に兄弟子たちが前祝いと称して遅くまで飲ませたためらしい。三遊亭歌之助。 月場打つぞ。落語家歌の助が行く、うなぎ書房、ISBN 978から4から90万1174から27から5。2009年、199から200ページ。大友博士、落語家の言葉芸術新聞社。2018年7月25日、203ページ。 ISBN 9長7848億7586万5421古今帝宇長落語協会2021年5月19日閲覧ありがとうございます